などをしてみてはいかがでしょうか。コメントで、あ、これなんだっていうリポートがあったんですか。あ、これタコさんウィンナーですか、違うんですか。あ、桜の花、タコさんウィンナーだと思いました。だからコメントでたくさん来てたんですね。確かにあの地面ですもんね。なんでタコさんウィンナーが地面にあるのかなと思ったんですけど。なるほど、植物のリポートのカテゴリーでこのザクロの花のリポートだったんですね。いや見えますよね、これで完全にこうゴマであの目とか入れたら確実にタコさんウィンナーでお子さんが喜ぶような、ね、内容ですよね。いや食べちゃよくないですよ、食べない方がいいですよ。うん、色がまさしくタコさんウィンナーですもんね。似とると、ではあのご注意ください、タコさんウィンナーではなく桜の花ですから、お足元ご注意ください、食べ物を粗末にしてはいけません、桜の花ということでした。ありがとうございます。はい、ということでこちらのリポートもご紹介していきました。この後もウェザーミュージックと一緒に皆さんのリポートをご紹介していきます。